皆さんこんにちは、青木です、今日も最初に暗号通貨ニュースを読んで、その後に、チャート分析のしていきたいと思います。仮想通貨ニュースはコインテレグラフの記事で、柴犬コインに関する記事があるので読んでいきたいと思います。記事を読んでいくと、イーサリアムのクジラが保有する ERC20 トークンの中で最大のシェアを持つものが、柴犬ということが分かった。データによると、柴犬はクジラが保有する ERC20 トークンの中で 21.68% のシェアを持っている。金額にすると 23.5 億ドルに上るとのことです。コイン月光のデータによると、シバは現在時価総額で第11位の暗号資産で、その時価総額は269億ドルに上り、全室のデータと組み合わせればイーサリアムのクジラがシバ全体の約 9% を保有していることになるとのことです。これまでシバコミュニティはコインベースやロビンフッドといった仮想通貨取引プラットフォームにシバを上場させるように熱心に訴えており、ウェブ上での署名活動には53万件を超える署名が集まっています。さらに最近のシバコミュニティで話題となっているのはマクドナルドをめぐるもので、これはツイートで、シバコインを支払い手段にしてほしいというツイートがきっかけ で、それを見たマクドナルドの PR アカウントは、あなたの関心に感謝し支払いエクスペリエンスを継続的に評価していきますと回答しています。この文だけだと企業アカウントによる社交辞令的な挨拶になっているんですが、これが500リツイート、あと1500いいねの反応を生み、シバコミュニティからのミーム構成が殺到したとのことです。マクドナルドがこれにどういう反応するのかはまだ分かりませんが、シバを採用しようという動きは足元で実際に進んできており、仮想通貨決済企業コインゲートは11月11日シバのサポートを開始したと発表しています。デジタルウォレットプロバイダーの前後も11月17日にシバのサポートを行っています。現在価格は下落しているんですが、シバの人気はまだ健在のようで、シバの公式ツイッターアカウントは17日に200万フォロワーを達成しています。シバ犬コインはフランスでも実際に支払い決済に使用されたり、柴犬コインのコミュニティの強さで ERC20 トークンの中で上位にまで上り詰めてきているので、年末宝くじ買うなら、まあ、柴犬通貨か IOST、 またはメタバース銘柄を買う方がはるかに利益にはつながりやすいと思います。私は柴犬と IOST は変わらずガチをしています。はい、暗号通貨ニュースは以上ですね。すみません、少し宣伝させてください。現在フォビジャパンの方で3万円相当のフォビトークンがもらえるキャンペーンと、動画説明欄のリンク経由からの口座開設で別途1000円相当のフォビトークンがもらえるキャンペーンを開催しています。ビットゲット取引所の方では最大8万円相当もらえるキャンペーンと、ツイッターの方でスタバ3000円分のクーポンを抽選でもらえるキャンペーンも行っているので、ビットゲットのツイッターの方もチェックしてみてください。バイビットさんの方では最大1000テザーもらえるお得なボーナスと、貧乏取引所の方で300テザーと、私のリンク経由からの口座開設でプラス50テザーの350テザーもらえるキャンペーンを開催しています。11月いっぱいまでですね。そしてディープコイン取引所の方では最大5万2000円相当もらえるボーナスキャンペーンを開催しています。その他にも動画説明欄にいろいろお得なタダでもらえるボーナス貼ってあるので参加してみてください。はい、それではチャート分析の方していきたいと思います。今日最初にビットコイン、サンド、アバランチ、柴犬、最後に IOST の5通貨を見ていきたいと思います。はい、ビットコインから見ていきたいと思います。ビットコイン冷やし、下げ方が優位な相場かなと思いますね。この後の動きをこれまでのパターンから見ていくと、ネックラインかトレンドラインを割れた時はそのラインを下落加速の最後のてっぺんにして、下げ止まり水準まで加速していく、下落加速していく流れがこれまであったので、5月とか9月、
個人的に考えられる最後の頭付けは6万ドルに回帰したと見せかけてからの下落加速。あんまり下落とか暴落とか話すと低評価とかつくので本当はあまり言いたくはないんですが、個人的に考えられる下落加速予兆なので参考までにといったところにはなりますね。サポートラインとなりうるところは直近の高値5万3000でサポートされるか、前の動画でも話した4万3000から4万1000ドルが下げ止まりというか買い場にはなると考えてます。長期的に見たらバーゲンセールで、絶好の買い場になるのでチャンスとして捉えていい場面だとは思いますね。週足で一度調整に入ると1ヶ月近くは回復するにも、これまで持ち合いを長引かせたりしているので、今週足が駒足確定した場合には今月で V 字回復とかあんまり想定しない方がいいとは思いますね。来月ですね。来月で V 字回復とかあんまり想定しない方がいいと思います。で、一旦の下げ止まり目安は5万3000ドルで3ゾーン作ってトレンドラインをネックラインにして、週足レベルのネックライン割らずに3ゾーン形成しながらの上昇、または5万3000ドルでサポートされての上昇、どちらにしろ煮詰まる期間は発生してくるとは思いますね。月足で前回終わり値の5万7135ドルを保てなくて上髭で閉じることがあれば、月足レベルの持ち合い期間は想定しておいた方がいいとは思います。次、3度高値超えてないので調整きそうな感じですね。ただまだ全然安値切り上げているので上昇範疇として捉えていけるのと、下がるとしても 3.4 あたりでサポートはされやすいとは思いますね。 3.4 まで落ちたらタイミング逃した人は買っていってもいいチャートには見えます。前回の調整も直近高値でサポートされているので4時間足どっちにしても3度狙っている人は一度調整待ってから買う方が短期利益でも勝ちやすくはなってくるとは思います。 3.46 週足で見てもこれまで半値戻してからの再上昇を繰り返しながら上っていっているので、最低でも 3.4 を待つか、週足だと 3.1 あたりまで日足のトレンドラインまでは下げてくる可能性もあるので、 3.4 から3.1 は押し目ラインとして狙っていける相場にはなっていると個人的には捉えています。次、アバランチ日足トレンドラインに下ヒゲでタッチして下げ止まってますね。メタバース銘柄は強いと思います。ビットコインとか他のアルトコインの資金がメジャーなメタ銘柄に流れていってるんだと思いますね。上昇に対し駒足で上昇トレンドにも乗って迷いながらの駒足作ってるので、下落するにも時間はかかってくるチャートには見えるのと、前回の時も連続駒足出して迷いながら下げてからの再度上を目指していっているので、この駒足陰線で上昇終了の判断はないと思います。数日は持ち合うかもしれませんが、4時間足の下げ方も長い下髭つけて下げ止まりを示唆しているので、個人的にはアセンディングトライアングル、この上部で作りながらの再上昇の目線で私はいます。このチャンネルセンターラインを週足で割れてくると調整にしても大きな下落にはなりうるので、そこは警戒しておくといいと思います。次、柴犬4時間足チャネル下限まで下げてきて安値 0.4238、 このチャネル割れると 0.2 付近まで下落の可能性が出てくるので、柴犬独走期間はもう終わったと思うので、ビットコインが
上昇回帰するなら柴犬も上昇、4万3000ドルとか下を目指すなら 0.24 付近までの下落は見ておいた方がいいかなとは思います。週足のレディサポライン 0.3 ジャストあたりまでの下げを狙って、持ってない人で狙っている人は買います価格帯になってきそうには見えます。ビットコイン長期的には上昇していく方向で見ているので、柴犬も実用化の流れもあって、保有しておく分には年末の宝くじに何十万とか使うなら柴犬に使った方がはるかに今後の利益にはつながりやすいとは思いますね。今日ツイッターの方でもまあリツイートで流れてきたんですけど、マクドナルドとか他のチェーン店でもまあ使用される流れも来ているようなので、将来に期待して持っておく分にはいいとは思います。最後 IOST 中足レンジ安値でかい下髭で巻き返してはいますが、割れましたね下髭で。こうなると V 字回復よりレンジ期間のシグナルか、または下深掘る可能性もあるので、個人的に買う場面ではないと思います。上昇するにしても前回のような駒足を形成して相場を整える足を形成して上昇の予兆は出てくると思うので、買うならそのタイミングがいいと思います。下髭で巻き返してはいますが、深掘って 0.32 とかまでは下げていきそうには見えますね。買うならこの最下部のトレンドラインまで下がるのを待ってから買うのがリスクは少ないと思います。現物なので待ってれば損失にはならないので、日足で実体で割れてきているので短期的な上目線は厳しいかなと思います。以上、ご視聴ありがとうございました。青木でした。今回私がチャート分析したほとんどの暗号通貨はバイナンスで取引することができます。バイナンスは多くの暗号通貨のエアドロップにも対応しており、信頼できる取引所です。動画説明欄のリンク経由からの解説で取引手数料永年 10% キックバックされます。国内取引所のビットポイントでは国内唯一トロンとエーダの取引をすることができます。2023年6月10日までスナップショットを行う予定であり、100枚以上のトロンを保有することで NFT トークンが毎月付与されます。レンジブレイクを狙って大きな利益を狙いたい方はバイビットかディープコイン取引所がおすすめです。ディープコイン取引所ではディープコインの取引をすることができます。この2つの取引所は追い証がないので、トレード資金以上の損失を出すことはありません。世界初のクワントスアップ機能、プロトレーダーに FX 取引を任せるワンタッチコピートレード機能があるビットゲット取引所もおすすめです。動画説明欄のリンクからの解説で、ボーナス5ドル付与、手数料 10% オフ、初回入金 5% 還元、最大50ドル還元が受けられます。オーバービット取引所では、毎日ログインボーナスでビットコインかティアポイントが付与されます。1000ポイントのティアポイントでテザーかビットコインがもらえます。動画説明欄にリンクが貼ってあるので、気になる方は登録してみてください。 Twitter と公式 LINE の方でもリアルタイムでチャートのことをつぶやいたりしているので、フォローお願いします。